背景です。今回はある選手が告白、西武2軍が強くて1軍が弱い理由ということでですね、今回はね、ライオンズの1軍と2軍のこの、戦績の差についてね、話していきたいなというふうに思います。ご存知の方も多いと思いますが、今ね、2軍はイースタンリーグ首位にいて、優勝の可能性も十分にあるということなんですよね。ただ一方で1軍は、借金40を超えるダントツの最下位という状況になってしまっておりまして、本当に1軍と2軍のね、差がかなり対照的な形になっているということがあります。その理由は何なのかっていうのをね、ある選手の告白をもとにね、簡単に話していきたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは1軍は弱いけど2軍は強いということでね、話していきたいと思います。まずはね、ライオンズの1軍がどれだけ弱いのか、そして2軍がどれだけ強いのかについてね、話していきたいと思うんですけれども、まずはね、ここまでの勝敗ですね。今日が8月22日の木曜日ということなんですが、8月22日、木曜日の1軍の試合前の段階での勝敗を見ていきたいと思います。まず1軍の方、33勝74敗、パリーグダントツの最下位ということになってしまっております。借金も41まで膨らんでしまいまして、勝率の方もね、3割を切りそうなところにいるということなんですよね。で、一方でライオンズの2軍の方はどうなっているのかというと、今日の試合も勝利しまして51勝39敗ということになっております。貯金もね、なんと12ということでね、非常に多くなっていて、イースタンリーグ首位に躍り出ているということなんですよね。しかもね、ここ最近は6連勝ということでね、さらに本当に調子が上がってきていて、もう優勝ってところが現実味を帯びてきているということになっております。で、やっぱり、ライオンズの一番の課題は何かって言ったら、打線得点力になってくると思うんですよね。もちろんね、守りの部分でも救援陣がなかなか、うまいこと言ってなかったりとかしていて課題はあるんですけれども、一番ね、ここまで低迷してしまっている大きな原因は間違いなく、攻撃力にあると思います。で、その攻撃力もね、じゃあどれだけ差があるのかってところをね、見ていきたいと思うんですが、1軍の方はね、チーム得点、チーム打率、チーム出塁率、チーム長打率、チーム OPS、 ここら辺がね、全て、全部パリーグで最下位ということになってしまっていて、打撃の指標はね、軒並みもうほぼほぼ全部最下位ということになっております。一方で2軍はどうなのかってところを見ていくと、チーム得点は3位、チーム打率も3位、チーム出塁率も4位、チーム長打率3位、チーム OPS が4位ということになっております。インスタンリーグってチーム数一応8チームあるということなので、8チームの中でね、3位、4位というところにつけているというのを考えると、リーグ内で見てもね、そんなに打線としては悪い方ではないということなんですよね。2軍はそこそこ点を取れたりとか打ててはいる中で、ただ1軍に上がるとなかなか打てなくなるという現象が、今ライオンズでは起こってしまっているというのがあります。なぜね、ここまで2軍と1軍で戦績に差が出てしまっているのかっていうところをね、話していきたいと思うんですけれども、これはね、ある記事に書いてあったものになるんですけれども、1軍のある主力選手が、そこについてね、簡単にちょっと、これが理由なんじゃないかというのをね、話しているんですよね。それを見ていくと、ファームは打線がつながる、1軍だと何とかしないといけないと無駄な力が入って力を出せていないということをね、このある1軍の主力選手は言っていました。この1軍の主力選手は誰なのかっていうのは明かされてはいなかったんですけれども、1軍の主力選手の立場から見ると、ファームではね、やっぱ結構みんな楽に打ててはいるんだけれども、1軍に上がると、無駄な力が入ってしまっていて、やっぱ2軍で打ってる時と1軍で打ってる時だと全然違うんだということを言っていたんですよね。今やっぱり1軍ってなかなか点を取れていない状況があって、なおかつそれで勝てていないっていう状況が、ずっとね、もう春先から続いてしまっているんですよね。そうなるとやっぱり、試合に出る野手の選手たちも、なんとか点を取らないといけない、特にチャンスとかってなると、とにかく点を取らないといけないっていう気持ちが、さらに強くなってしまって、余計な力が生まれてしまっている部分もあるのかなというふうには思います。で、あとはやっぱり2軍の選手がね、1軍に上がってきて試合に出るってなったら、もうめちゃめちゃ大チャンスなわけですよね。特にライオンズなんて、ほとんどレギュラーが決まっていないような状態で、もう全選手にチャンスがあると言っても過言ではない、それぐらいのチーム状況だと思います。だからやっぱりせっかくね、1軍に上がって試合に出た以上は、結果を残したい、それでなんとかやっぱりレギュラーをね、掴んだりとか、その次の日以降もずっと試合に出続けたいっていう気持ちが、それぞれあると思うんですけれども、やっぱりその1軍で結果を残さないといけないっていう気持ちが、さらに力みを生んでしまっているのかなというふうには思いますね。
まあ、これは結構、まあ、僕も含めて、まあ、ファンの方の中でも思っている方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、2軍でねこうめちゃめちゃいい成績を残している選手たちって、まあ、結構ライオンズ多いと思うんですよ。まあ、僕もたびたびこのチャンネルで、まあ、この選手が2軍でめっちゃ打ってますとか1軍そろそろ上がってくる可能性ありますとかっていう話を結構していると思うんですよね。でそれで、まあ、一軍でじゃあ打てるんじゃないかっていう風に期待して、まあ、一軍に上がってで一軍の打席立ってみたら全然打たないみたいなことがね結構今シーズンこれ多いと思うんですよね。だからもうなんか結構ライオンズファンの方の間ではもう二軍で打ってもなみたいな、二軍で打ってもどうせまたみんな一軍で打てないんでしょみたいな風にね多分なっちゃってる部分が多少なりともあるんじゃないかなという風に思います。でこういったまあ現象っていうのが特に本当に今シーズン見てるとめちゃくちゃ多いなっていう風に思うんですよね。でなんで2軍でこんだけ打ててるのに1軍だともうさっぱりになってしまうの、本当にヒットもう1本出るかどうかぐらいのねレベルになってしまう、1割台もう2割打てるかどうかぐらいのレベルになってしまうのは、まあ、どうしてなのかっていうところが、まあ、本当にね多かったと思うんですけれども、まあ、それはやっぱりこの主力選手がおっしゃっているような、まあ、力みだったりとか無駄な力が入ってしまっているってところが、まあ、大きな原因としてはあるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、もちろんねこうライオンズの得点力が低いっていうところだったりとか、まあ、若い選手たちが1軍で打てないっていうのはこういったまあメンタルの部分だけでは当然ないと思います。まあ、なんなら一番はやっぱり実力不足だったりとかね、まあ、経験不足っていうところが一番は大きいとは思うんですけれども、まあ、ただやっぱりねこういった部分も少なからず、まあ、関係はしてきているとは思うんですよね。まあ、他チームのやっぱ若い選手は結構ね、打ったりとかしている中でなかなかライオンズの、若い選手たちは打てないっていうところが、まあ、あったりはしているので、まあ、なんとかねやっぱ若手の選手たちにはこの1軍の壁っていうのを、まあ、今シーズン中に乗り越えてほしいなというふうに思います。結局やっぱり若い選手が出てこないと来シーズン以降また A クラスだったりとか、まあ、その先優勝を狙っていくチームには僕絶対なっていかないと思うので、まあ、今シーズンはねもう順位的にも厳しい状況ですし、まあ、人員的にも若い選手たちにねめちゃめちゃチャンスがある年だと思うんですよね。だから多分他のチームに比べたらいっぱい試合に出ることもできるんじゃないかなっていうふうにも思うので、まあ、だからこそこの今シーズンにね、しっかりと1軍で、まあ、結果を残せるだけの力だったりとかメンタルをつけて、まあ、また来シーズンからはもうバリバリレギュラーとして活躍できるぐらいの力っていうのを、ぜひですねつけていってほしいなというふうに思います。まあ、2軍はねこの調子で頑張ってね、まあ、優勝してほしいなというふうにも思いますし、やっぱりその2軍でね結果を残した選手たちっていうのが、まあ、しっかりとね1軍で結果を残せるようにレギュラーとして、まあ、今後ね羽ばたいていけるようにね頑張っていってほしいなというふうに思います。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですねライオンズの分析や解説考察そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録そして高評価がね僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。